毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況やっていきましょう。では2月ちょうど決戦やっていきます。夏メロンさんね、先生取りましたね。これはどうしようかな。霞とバネッサはねむずいな。バネッサにしとこうかな。ちょっとむずい、ほんまに。マキシマ、よしよしよし、マキシマあたり。おお、イグニスもいいよ。熱キャラっすね。お、サイキか。先生取ってるよね。向井とネコレオナ。先生サイキなんでね。クマ、あれ、暴走や。暴走もくれた。クマで行くとしたらカメ、ヘビ、あ、トラがいないわ。トラがいないからトラで行かなあかんな。じゃあこうか。ヘビ、いや、イグニスも置きたいんですけどね。でもこれはもうトラ待機で行かなしゃあないから。でカメはエリザベート、いや、エリザベートか。ちょっとこれこんな感じになってしまうな。こんな感じになってしまうな。あんまり良くないな、これは。これはあんま良くないんですけど、まあしゃあないというかね。これどうしたんや、こうか。あ、ちょい、あ、倒してまうわ。あ、でも再起ゲージ溜まった。ちょい倒してもうたな。お、最終使っても、そうやね、エリザベートゲージ溜まらないんですよね、これ。シールドあるから。ネコレオナっすよね。どうしようかな。前行くかも。エリザ前行こう。使おう、再起使って。ここは向かいですね。叩いていこう。倒せるかな。いや、倒されへんか。どう、微妙にいけそうな気も。おお、倒した。向かい倒しました。猫が来るのかどうかですね。猫は向かい守ってますね。 K ダッシュか。 K ダッシュいいよ。 K ダッシュめちゃめちゃいい。シェルミ倒してくれるし。で次猫が来たとしても、そやな、マキシマ出しとけ、あ、ブライアンでいいね。ブライアン出しとけばブライアンに飛ばせるんで、猫をね、こういっときます。で暴走使う。暴走、うん、あ、倒した。マジか。こっちやな、困惑してるわ。うおー、ちょっと待って待って、思った以上にダメージを取っていく。困惑してるからこっちやね。魔像から戻ってきた。猫を出されてもうこれブライアンに飛んでくるから、そのまま撃ったらね。うん、ロバートと猫、猫先使ってほしいな。そっち来てもでもどうかな。ブライアンに来る気するけどね、猫は。ブライアン、おお、いいね。これはもう勝ちましたね。じゃあこの時点でもう勝ちましたね。これはちょっと、サイキが頑張ってくれたね。マキシマ出します。マキシマでいいね。こういきましょう。で、サイキは使う。ワンパンしていくね。ここはもう、向井ですね。高キャラ。こっち。向井を倒せるんじゃない？うん、倒しました。これでもうキャラもいないでしょ？うん。まあ、これはサイキがちょっと優勢に進めたかなっていう感じもしますね。では、もう一回いきましょうか。頂上決戦の選択チャレンジね。さあ、ランクマッチをしました。クーガさんね、先生取りましたね。先生結構取れるのはありがたいんですけど、今日、スキルモードとかの時に先生欲しいね、やっぱり。今日と、うわ、これロバート取らなあかんわ。クーラー、覚醒やった、クーラーか。イグニス渡してるけどな。イグニス覚醒、暴走熱狂。やばい、これはやばい。竜子おらんか。あ、マキや。マキと暴走やったんですね。暴走熱狂、イグニスもおるからな。マキがあんまりね、有効に打てないな。ベニマル、しかも防御型おらへんし。今日。うわ、マジっすか、これ。クーラー置いとこ。あー、暴走は出されてるね。これは、沈黙は後ろか。いや、ブライアンゲージ溜まるんちゃうの。今日に打たれるとやばいよ、ブライアン。今日結構ダメージ入ってしまうんでね。あー、溜まってた。ほら、結構食らうんすよ。攻撃型に強いっていう特性あるからね。暴走スキル。あ、でも、オロチナギ使っても、あれやな。オロチナギ使っても、あれっすね。ブライアン倒さないな。
で、暴走溜まってるから、こういっとくか。このつなぎは使う。うん、結構減らした。暴走でも使ってこない可能性も全然あるけどね。ここは。暴走使ってきてほしいんですけどね、できれば。あ、使う。いいね。じゃあ次調整しよう。麻痺した。やられるか。暴走スキルは出てない。危ない。ほんなら、どうしようかな。全滅狙おうかな。全滅狙うとしたら、そうやね。ありやね。全滅狙うのは。クーラー出して、そうっすね。全滅狙っていこう。クーラー使おう。んで、こうやね。ちょっと待ってよ。こうか。うん、これで全滅っぽくいけるね。暴走は、困惑入ってますね。ヘルバン。あー、しかし、クーラーここでやられる予定やったんですけど、うわー、めまい痛いな。めまい痛いな。クーラーやられる予定やったんですけどね、クラークとオロチでいけるかな。クラーク、オロチ、いけると思うんですけどね、クラークと。いや、オロチとロバートか、ここはね。オロチロバートやな。これでいけるでしょ。これで全滅取ったかと思いますけど、先にオロチ。オロチ、マキ、ロバートですね、順番は。これ全滅取ったでしょ。ロバートいるから。うん、いけるね。あ、クラークでもいけたな。まあ、これはマキがいたから結構強引に逃げたっていう感じですね。さあ、ロバートで決めていく。さあ、選択チャレンジ。ポンスクレアさんね、先生取りましたね。先生やたら取れる。マキシマ・モモコはね、マキシマにしておきましょう。モモコは、結構強いけど、パオ。これもなんかあれやな、癖のあるキャラしか来ない。ゲニ。あ、LR、エリザベート。なんか硬いな、こっち。エリザベートは来たけど、前渡してますよ、リメイク前ね。ちょっと非力なんでね、攻撃型欲しいけど。火炎鏡っすね。火炎鏡とイグニス。うわー、非力やなー。これ、向井かー。どうしよっかなー。ちょっとやりづらい。やりづらさはあるな。マキシマ、チン。そやな。パオも出しどころむずいしなー。ゲニ、先置いとこうかな。ゲニ。こういこう。ゲニを、やっぱエリザベートとかマキシマに。バフを入れとくっていうのはね、ありっすね。しかし、ちょっと嫌な感じもするけど。シャンヘは怒り下げた。マイがやっぱね、火力高いんでね。ここのマイ。スキルは出ない。チンか。そやな、チンは下げとくかな。チンがそもそもね、微妙なんすよ、ほんまに。この、こうっすね、回収しといて。ほんで、怒りダウンはマイっすね。うわー、これ今のなんでイグニス下げるの。そのままマイ下げてよ。これマイ溜まったんちゃうの。ほんなら今のはマイ下げるために前殴ったんやけどな。うん、マイ溜まってない。おお、溜まってない。麻痺したー。麻痺したけど、これゲニー打てるんすよね。だからこういこう。ほんで、ここたまらんのか。たまらんちゃうわ。エリザスキル出ないんか。どうせ前溜まってるからね、これ。やったらもう使おう。使っていきます。ゲニ使って、マキシマで、マキシマでちょっと固くしとこう。そうっすね。いや、これしかしあれやな。ちょっとやりづらいな。ベニマル倒してもたしな。やりづらさはあるな。火炎鏡。こっち向かいなんでね、この LR は倒しに行かなあかんけど、倒せるかな。クリスか。エリザベートのカウンター乗ってるかな、スキル。カウンター率 50% アップかなんかあるんですけど、それが乗ってたらだいぶカウンターダメージ取れそうなんですけどね。うん、ツイスター耐えている。前そっちでいいの。これ、オロチナギカウンターはどうかな。シールドは、うん、結構削ってるカウンターで。ゲニに来ましたね。うわ、減る。そうか。パオは、
熱質、微妙やな、マジで。エリザベート、ちょっとね、こう言っとこう。こう言っときます。エリザベートの、ゲージためを、こう言っときます。で、ここはイグニス叩こう。そうですね。まあ、怒り前下げた。ここエリザベートゲージ貯めると同時にカウンターダメージも与えていきたいね。うん。カウンターが乗るはずなんで、これ。うん。そうそうそう。ほんで、怒りたまらんの。うわー、たまらへんのか。パオっすね。パオ。パオと、向井よりも、熱質強でいいんかな。熱質強にしよう。しかし、今のか、いや、もう向井行こうか。向井行こう。向井。全部っぱや。ほんで、さっき熱質強っすね、ここ。こっちに。マイをとにかく倒しに行きたい、この場面や。うわー、なんで今の。そうか。関川、いいっすね。関川、いいっすよ。ほんで、こうでしょ？とりあえず、このマイは倒しておく。ほんで、エリザベート。あー、倒した！おお、マジで？あれ？エリザベートのあれか、シールド破壊の能力やな、今の。めちゃくちゃダメージ入ったんで、あれですね、シールド破壊したものに対して、最大 HP の 10% の追加ダメが入るんですけど、火炎鏡がエリザベートのシールド破壊してたから、今のダメージ乗ったんですね。まあ、それで倒せましたね。全然その予定なかったけど、それ忘れてたわ。いや、よかったよかった、今のは。結構危ないと思ったんですけどね、なんとか強引に押し切ったっていう感じもしました。はい、では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。